コアミヤ土浦本店店本社コアミヤは茨城県土浦市にかつて存在した日本の百貨店。1912年に個人で五服販売業を開業し、1951年4月に法人化して同年にコアミヤショッピングデパートを開店した地場資本の老舗百貨店で土浦駅前に店舗を構えていた。 1963年に、茨城県龍ヶ崎姉妹町に出店した小網屋、龍ヶ崎店を1969年11月、横丁二次社が設立した龍ヶ崎ショッピングセンターに移転という形で、スーパーマーケットの霞ストアと、当時土浦県にあった森永エンゼル食堂の2店と、共に各店舗として出店した。その後は1980年頃に改装をし、 リニューアルオープンしたが、1995年頃に閉店、その後1998年に解体され、跡地に現在は、常用銀行、龍崎支店が移転して営業している。1990年に、茨城県岩井市岩井に開業した、ショッピングセンタープリオ101に、スーパーマーケットの霞とともに、各店舗として出店するなどして多点化も図ったが、 フリオ101の近隣に1996年以降、相次いで大型店が出店したために撤退に追い込まれ、1997年10月には、土浦駅前の再開発ビル裏ら,らが、伊藤洋華堂土浦店を各店舗として開業して、競争が激化したため、1999年2月21日に本店を閉店して、百貨店事業から撤退し、 2001年8月23日に約59.55億円の負債を抱えて、水戸地方裁判所土浦支部へ特別生産開始を申し立て倒産した。土浦本店の現況は高層マンションである。岩井店のショッピングセンタープリオ101は2006年12月末に閉鎖された。龍ヶ崎店は解体され現在は常用銀行である。三道店は年に コアミのみ閉店し、建て替え工事を行い霞単体の店舗になったが、その後霞も撤退した。なお、1982年9月開業した土浦市内の土浦ショッピングプラザの各店舗の一つとして営業していたコアミは別法人、マルコピアタウンコアミが運営していたが、2012年1月10日に閉店した。かつてコアミにはコアミ理念並びに、 こわみや合言葉という経営理念があった。開店前の朝礼で、社員はご障和していた。セリフは、顧客第一万五奉仕。こわみや理念、並びに、こわみや合言葉ご障和ください。接客は親切、明朗、迅速。となっている。ありがとうございます。